マザーズガーデンはこの辺りにあるらしい。多くの蛇が育てられているが、場所は隠され、誰も知らない。私は行ったことがなかった。マザーじゃなく、ファーザーに育てられたから。さて。表向きは孤児院だ。地元の修道院に支援されてる。修道士にでもなれば潜り込めるだろう。修道士、また変装か。仕方ない、修道服を調達しに行こう。修道服は手に入れた。さてと。あの子、あの足の運び、気配を消してる。何か盗んだ。やるね。素人じゃない。マザーの子かも。人飼いが言ってた孤児院の話、嘘じゃなさそうね。新しいシスターさんかい？はい、お世話になります。うん、お入りなさい。また鐘か。綺麗な音ですね。そうじゃな。ここか。あれがマザーの子たち。あんなにいるのに不気味なくらい静か。よくしつけられてるね。いい子にしていたかい、卵ちゃんたち。
今日は上物が手に入ったよ。こいつを盗んできたのは誰だい？私です、マザー。おいで、ミラ。あの子、さっきの。これはウルフダイヤ、一級の宝石だよ。お前たちもミラを見習いな。よくやった、もう一人前だ。褒美をやるよ。蛇の証をね。首は？似合ってるよ、ソローネ。初めて見た血はどうだった？には塗りたくない。これでお前も立派な蛇だ。そして私が母をやってわけさ。違う、本当の母親は私を産んで死んだんでしょう。口答えするんじゃないよ、ソローネ。ここで生きたければ黙って私に従いな。はい、マザー。似合ってるよ、ミラ。素敵な首輪。マザーのためなら何だってします。いいかい、時間になったら黒金の塔に来るんだよ。わかりました、マザー。モロゾフ、時間になったら扉を開けておやり。承知しました、マザー。この首は外す鍵の一つをマザーが持っている。奪って殺す。そのためにはマザーの隙を探らなきゃ。あの子、痛いよ。大丈夫、今手当てしてあげるから。これ使って。ハンカチ、ありがとう、シスターさん。この子、失敗してマザーにお仕置きされたの。失敗するとマザーにあの扉の向こうに呼ばれて。扉？普段は鍵がかかってるんだけど、マザーに呼ばれた時だけモロゾフが鍵を開けてくれるの。
こでね。私も何度も何度も鞭で打たれた。どんな痛みでもいつかは慣れるよ。私、何でも人より遅い出来損ないだった。だからきっと本当のママは私を捨てたの。そろそろ時間だわ、行かなきゃ。じゃあね、シスターさん。どうもご親切に、いろいろと教えてくれるんだね。マザーは扉の先か、狙うには都合がいい。扉の鍵を持ってるのはモロゾフって男だったな。じゃあ頂戴しに行きますか。マザーはそこか。さあ、ミイラ、一人前になった蛇に聞かせるおとぎ話があるんだ。おとぎ話楽しい宴が始まるまでの余興だよ。遠い昔、あるところに愛し合う男女がいました。しかし二人は敵対する国の王子と王女でした。やがて互いの国が戦を起こし、王子と王女は駆け落ちしました。おっさん、お久しぶり、母さん。おや、ソローネ、ようやく来たかい。やっぱり気づいてたの、私がいること。
見慣れないシスターがいたからね、ミラに案内させたのさ。ここなら誰にも邪魔されず娘を可愛がれるだろう。あの鐘の音の正体はそのお仕置きか。相変わらず悪趣味だね、母さん。お前が選別に残るなんてね。何しに来たんだい。母さんの無知が恋しくなったかい。お前は誰よりこの無知の味を知ってるからね。人を思い通りにするには痛みが一番さ。同感だよ。私はあんたをお仕置きしに来たの。あんたを殺して私は黒蛇を抜ける。このメス蛇が。私はね、お前が大嫌いだ、ソロ。言うこと聞かない奴が一番胸くそ悪いのさ。行くよ、母さん。テメノス。炎よ、燃えろ。しいほど強かったよ。私の母が蛇の頭だった。知らなかった。ファーザーに口止めされてた。あの女は私がはめて殺してやったのさ。そして蛇の頭はすげ替えられた。そうして繰り返されてきたのさ、後継者争いはね。後継者なんて興味ない。私は自由になりたいだけ。そう。じゃあ自由になる。腹渡をぶちまけてね。どういうこと？やれやれ。聖なる光よ。ああ、狂雷よ、巻き起これ。悪くないアプローチだ。哀れだね、ボス。言い残すことはあるかい？やっぱり盗めなかった。私にも。何のことだい？ソローネ、できるなら幸せになってね。私のように生きちゃいけない。安心しな、ボス。
ガキは可愛がってやるよ、たっぷりとね。クソタレが。やっぱりあの時お前を殺しておくべきだった。あの女と一緒にね。初耳だ。母が先代だったなんて。何も覚えてないし、どうでもいいけど。私はお前の才能を恐れてた。血は争えないからね。なぜ私を殺さなかった？ファーザーさん、ソローネを殺せば俺がお前を殺すだと。あのクソ親父、初めから娘に惚れ込んでたのさ。そう、話は終わった。首輪の鍵をよこせ。笑わせるんじゃないよ、この腐れバイタが。欲しいなら盗みやがれ、私の屍からね。そうする。自由なんてないよ、ソローネ。蛇の影がつきまとうのさ、どこまでもね。やめて！どんなに撃ちで撃たれたっていい。この人は出来損ないの私を認めてくれた。たった一人のママなの。お願い、殺さないで。恨むなら恨みな。私はソローネ。名前を覚えたかい？いつでも命を狙いに来な。歓迎するよ。シスターさん、ご苦労じゃった。ごめんね、おじいさん。私はシスターじゃないの。そのようじゃな。もう一つ謝らせて。あなたの仕事がなくなる。マザーが死んだから。なに、仕事ならまだある。あなたを咎めはせんよ。いい守衛さんだね。私には二人の母が、一人は私を産んだ母、もう一人は私を縛った母。どちらも蛇だ。娘の私は生まれ変われるだろうか。この足で自由に走れるよ。さよなら、母さん。
鍵は二つ手に入れた。両親の命と引き換えに奪った鍵だ。この鍵を合わせれば、忌まわしい首輪を外せる。私はついに自由になれる。鍵が合わない。やっぱり合わない。なぜだ。鍵は両親が持ってるはずだった。じゃあこの鍵は何？私の首輪の鍵はどこにある？戻ってみるか。もう一度帰って確かめるしかない。蛇の巣に。